It has to be you. It doesn't have to be this way. Hi guys, this is Haru. Welcome back to my puzzle 英会話。はい、今回は久しぶりのパズル英会話ということで、フレーズをシェアしながら組み替えて皆さんが言えるようになるまでトレーニングをしていきます。今回のフレーズは、何々じゃないとダメっていうネイティブがすっごくよく使うフレーズを練習していきます。まず皆さん、この言葉聞いたことありますか？ Have to。 これは何々しなきゃという意味です。なので使い方としては、例えば行かなきゃって言いたいときは Please repeat after me. I have to go. じゃあ学校に行かなきゃだったら I have to go to school. お皿を洗わなきゃだったら I have to do the dishes. ゴミを出さなきゃだったら I have to take out the trash.明日までにこの仕事終わらせなきゃだったら I have to finish the task by tomorrow。 このように have to を文章の軸として後の単語を入れ替えることで何々しなきゃっていう文章が作れます。ここでのポイントなんですが、 have to の後には必ず動詞の原形が来ます。 S とか ED とかが何もつかない元の形です。あとは have to の have には3単元の S がつくので、3単元の S はもう遠い昔に皆さんとこの動画でやりましたね。一人ぼっちのものとか人の時に動詞の S をつけるんでした。 have の場合 S をつけると has となるので、さっきの文章を C にすると She has to go。 She has to go to school。 She has to take out the trash。She has to finish the task by tomorrow。 はい、 OK です。ここまでで have to の使い方はマスターできたかなと思うんですが、では今日のフレーズである何々じゃなきゃダメっていうフレーズはどうやって作ったらいいでしょう。この have to の後に be 動詞の be をつけるだけで OK です。まずは音でリピートをしてみてください。 have to be、 have to beHas to be. Has to be. OK ですか？じゃあ例えば赤じゃなきゃダメなのって言いたいときは It has to be red. It has to be red. なんでこの形になるかというと、もともとそれは赤ですって言いたいときは It is red ですよね。この is は be 動詞、つまりイコールを表していました。そして has to の後ろには動詞の原形が入るので has to be という形になります。他にも it has to be を使った例文を作っていきましょう。それは大きくなきゃダメなの。 it has to be big。 it has to be big。 それは綺麗じゃないとダメなんだ。 it has to be clean。 it has to be clean。それはあなたじゃないとダメなの。 It has to be you。 It has to be you。 はい、では今度は何々じゃなくてもいいよ。これは It has to be を否定文にして It doesn't have to be にするだけで大丈夫です。では音を聞いて真似をしてみてください。 It doesn't have to be。 It doesn't have to be。じゃあ、青じゃなくてもいいよって言いたいときは Please repeat after me. It doesn't have to be blue. It doesn't have to be blue. この色じゃなくてもいいんだよ。 It doesn't have to be this color. It doesn't have to be this color.このやり方じゃなくてもいいんだよ。このやり方っていうのは This way で表すことができるので Please tell me It doesn't have to be this way。 It doesn't have to be this way。 はい、 OK です。 It doesn't have to be の時は最初の It が省略されて聞こえない可能性があるので Doesn't have to be も練習しておきましょう。 Please tell me Doesn't have to be blueDoesn't have to be this color. Doesn't have to be this way. はい、お疲れ様でした。では最後に皆さんにクイズを出します。Question number one. 完璧じゃなくていいよ。Question number two. いいレストランじゃなくてもいいよ。
次の2問は和訳をしてみてください。Question number 3. It has to be done by tomorrow を日本語にすると Question number 4. It doesn't have to have the full information を日本語にするとどうなるでしょう。今回のパズル英会話は以上になります。役に立ったと思ってくださった方はぜひいいねボタンとコメントもお待ちしています。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。I will see you guys in the next one. Bye!